まあ、確かにそうですね。まあ、まあ、そんな感じで出てるんですけど、まあ、一応とりあえずね、ボスに一旦乗っかってみます。いいっすかじゃないって言っても。はい、あと、ボスのスーツ着ると、やっぱちょっと雰囲気出しますね。違いますね。なんかちょっと違いますね。違います。はい、髪の毛切ってきました最近また。3日前です。場所はなんていうところなんですか、これは。駒沢大学の駅。あ、駒沢ね。はい。なるほど。これこれですよ。この創作ダイニングが元あったとこあったんですか。そうです。ここ失礼します。すごいなんか家庭料理出てきそうな感じするな。これ個人会社バーですね。はい、これ1回だけで2回までです。2回までです。どうここで新車バーだったらどうかってことですか。そうですね。なんでここの選んだ。ミニマムで僕がスタートしたいっていうのが、はい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 、やっぱ目的としてあって、はい、そこで当然うまくいけば、はい、もっと大きい箱いいとこ借りて認知度を増やしていくっていうのが、はいはいはい、通常のストーリーかなとは僕の中でやっぱ思ってたんで、はい、なんでそんなに大きな箱じゃなくてまずはここで、まあ、要は維持費が安いってことですね。そうですもん、はい、これでどれぐらいですか。家賃で30万から40万いかないぐらい。安い、確かに安い、えぐい安さや。人はどれぐらい入るんですか。20席ぐらいですね。で結構多いですね。席数で行けば。立地がこれどうなんていう。これ駅は近いんですか。駅1分です。駒沢駅ってどこにあるんですか。渋谷とか新宿とかからどれぐらいの距離。渋谷から電車で15分ぐらい。行く上も見ていいですか。はい、どうぞ。雰囲気は確かにすげえこじんまりしてる。なんかここから物語始まるな感はあるけど。ああ、なるほどね。おお、要は内装を変えちゃって、はい、それっぽくするってことですか。そうですね。もう立地かな、もう立地がどうなんかなっていうのも行く、すごい不安で。僕が行かなくてもいいんだったら別にここでもいいかなって。はいはい、僕がちゃんと利用するんだったら、絶対、まあ、もっと都心近い方がね、多分ここ、来ないですよね。隣、三軒茶屋なんですよ。仲いい友達が三軒茶屋にお店出して、これ、新車バーみたいな、はい、めちゃくちゃ流行って、駒沢に2店舗目出したんですよ、速攻作りました。まあ、ダメなんですよ、やっぱね、学生街なんで、新車の風雰囲気がないのは間違いなくて、まあ、そこに来たんですけど、新車がある雰囲気、ゼロなんですよ。いや、なんかこう普通飲み屋街とかになんかこうあるけど、そういうのがあって立地これ微妙じゃないかなと思ってて、前の方見たと思うんですけど、歌舞伎的だったら歌舞伎出すっていうストーリーとか絶対レゴだと思うんですよ、実際。はいはい、どう思います。実際こう、もちろん歌舞伎ってちょっと立地的にコストかかるっていうのは分かるんですけど、どれくらい差があるのか知りたいですね。コストだけの話でいくと、歌舞伎とか渋谷当然探したんですけど、はい、ざっと3000から4000。ここはどれくらいですか。1000万ぐらいです。1000万ぐらいですね。家賃も同じで、まあ、3倍くらいかかると思う。そうです、買います。なるほど。1000なら行きたいな。正直もう今日何億っていう相談を進めてきたんで、なんかもう3000万も1000万も一緒だって言ってたんですよ。で、分かるんですよ、ボスがこう個人マンのところ。いやでもこれどうなのかな。いや確かにこの個人マンのところから行くっていうストーリーも昔思い出すようで悪くはないんですよ、本当に。ビッチロンプーマンのファンとしては、ネクストジェネレーションの初期のここになんか文字書いて、あ、俺ならできる、恐らくね、はい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 、そういう物語はゼロではないんですけど、利用するのかなっていう、これっていうところだなと思ってて、冷静にお客さんの視点で考えるときに、この雰囲気で新車するにいいのかっていう、これ居酒屋だったらもういいと思うんですよ、新車バーじゃないと思うんですよ、これ、位置が。で、外見てもらったらあるんですけど、これ、外のね、景色がね、ここで新車吸おうかみたいな、たぶん雰囲気出ない、出てないんですよ、見てください、新車吸います、この、この感じで。これ吸わないでしょ、絶対ね。ここでこれ新車吸わないでしょっていう風には思っちゃうんだけど、これ居酒屋やと思う。ギリギリって新車バーってなると、やっぱちょっと夜の空気感、もうちょっとチャラいっすよね。うん、ちょっとチャラいっていうか、もうちょっとなんか女の子がいそうな場所にないと来ないんじゃないかなって。本当にファンの人ってギリギリ来てくれるかなと思うんですけど、一般のお客さんは立ち寄らないかなっていう感はあるんですよね。で、僕のイメージではこの飲み屋街の中にあるみたいなイメージなんですよ、僕は。だからそうなってくると歌舞伎町とか渋谷の人がいっぱいいるあたりに攻め込んでもいいんじゃないかなっていう、ボスの金でね。いやでもどうなんですか、はい、ボスさん正直、はい、1000万で、はい、それもちろん行くのが定石です、はい、それは光と組んでない時の話だと思うんですよ。はい、光と組んでなかったら新車バーやろうってやったら、多分ここぐらいからスタートするのがまあいいかもしれないです、はい、でも今回 YouTube であんなにの物語がある中で、はい、そんなに弱気でいいのかっていうのを思うんですよ、はい、僕の中で、はい、でやっぱ出会った場所歌舞伎町でしょ。で俺シナジーだと思ってて、おかんと近い方がいいと思うんですよ。思いません、はいはい、おかんと近かったら寄れるじゃないですか。それ強いなと思ってて、でしかもおかんの店長とか分析屋とかも遊びに来てくれた方が強いと思うんですよ、実際、うん、そう考えると近い方が有利なんじゃないかっていう気はしてはいるんですよね、うん、まあ、もちろん初期費用は3倍4倍かかるのか分かるんですけど、はい、まあ、家賃もおそらく100万ぐらいだと思うんですよね、はい、
いやでも攻めてもいい気もするけどな。どう思います家さん。キャさんのおっしゃる通りです。いやでも俺は正直リッチなんですよ。もう雰囲気別に嫌ではないですけど、リッチが知名度で最初勝負になると思うんですけど、そうじゃなくてフラッと立ち寄れる場所にあるべきだと思ってて、自然な人がってなってくると、その場所は正直ちょっとしんどいなっていう、さっき言ったように駒田は学生ばっかりだと思うんで、やっぱ新車バーって何軒目かじゃないですか。例えば3軒目とか、うん、1軒目がね多分ね駒田ってそんなにめっちゃ強くないんですよ。私飲み屋街の中に飲んで飲んで C 社行くとか、そうですね、そういうこと、そういうこと、利用の方法が。だからそうなるとやっぱ必然的にまあ飲み屋街の方がいいかな。で俺ら歌舞伎でやったんで、歌舞伎っていうストーリーとしてはもう抜群だと思うんですよね、うん、あとはそこの立地で居場所があると思うんですよね。うん、そうですね。あるのはあるんですけど、金高いですもん。あるのはあります、金高いです。なんかどうっすか今日カムショみたいなメッセージ。どうっすか、はい、どう思います。いや当然木原さんおっしゃってる通りで、はい、それも当然考えてました、もちろん、はいはい、もちろんですね、はい、でも自分がやったことない、はい、まあ、当然木原さんのやったことない力をお借りしてっていうのは当然分かってるんですけど、はい、それを全部抜きにした時にっていうとこから考えてここに行き着いたっていう、まあそういうことですね、はいはい、まあ、もちろんそれは普通に何もなかったらいきなり歌舞伎町でバーン出すって無謀すぎるんで、はい、ただ今回僕自信持ってるのが、はい、いやボストンの動画がまず面白いんですよ。で面白いコンテンツだったっていうのがでかいと思ってて、その中で生まれた、はい、そのストーリーの中で生まれたテンポなんで、普通にテンポ出すのは訳が違うと思うんですよね。だ視聴者にも思い入れがあると思うし、これができていくまでのストーリーを一緒に見てもらえるんで、はい、これってすごい強いんじゃないかなっていう。だってやっぱおかんの店長分析屋とかもこの場を盛り上げてくれる一人になってほしいなって思うんですよ、うん、たまに交代制でちょっといるとかってなると強いなと思ってるんですよ、うん、あと単純にスタッフの質が多分歌舞伎の方が上がると思うんですよ絶対。だって歌舞伎の方が働きたい人多いから、ちょっとしたプチインフルエンサーとかいっぱいあると思うんですよ。だからコンカフェ嬢やってますみたいな、フォロワー数10万ぐらいのインフルエンサーって山ほどいるじゃないですか、うん、コスプレイヤーやりながらでもそのお金だけじゃ生活できないから働いてますみたいな人いると思うんで、そういう人もワンチャン働いてくれる可能性あると思ってるんですよ。そこまで見据えたら絶対的にリッチいとこじゃないときついかなっていうのは思いましたね。歌舞伎でちょっと模索してほしいなっていうのはありますけどね、ドカンと。まあ、席数とかどうなるか分かんないですけど、はい、そんな多分でかくないですよね。これぐらいの広さで100万ぐらいってことですね、歌舞伎だったら。いやもっとすると思うんですよ。これだと歌舞伎だったら、しかも1階と2階だったら、まあ、1階と2階だったらだったら多分300ぐらいするかもしれないですね。ワンフロアだともう空中階だと、まあ、100万ぐらいがギリギリあるかなぐらいです。まあそこはでも本当に店に切ってでも僕やりたいなと思ってはいるんで、はい、ちょっとチャレンジで攻めてみるのありなんじゃないかなっていう。まあもう失敗したら失敗したで、まあ別にいいかなって思ってますけどね。でもなんかこう、いや、なんかこう失敗を想定してやりたくはないですね。自分が欲しい店舗、行きたい店舗がやっぱいいんですよ。ここやったらそこそこのも出てましたけど、俺は来ないんで、自分が行かない店舗を進めたくもないし、だからそうなってくるとここじゃないかなと思ったんですよ。1個個室VIP ルームみたいなのがあってっていうイメージだったんです僕は。でワンチャンス来てくれてる人とかと写真撮ったらもできると思うし、その俺がもし行けばでフラッと行きやすいじゃないですか。違かったら言ってもインフルエンサーが遊び来ないと思うんですよ。ここだったら多分歌舞伎じゃなくて多分遊び来てくれると思うんですよ。竜宮城もやっぱ渋谷とかあるからめっちゃ行きやすいと思うんですよ、うん、あれがもし仮に駒沢とかやったら多分もっと行く人少ないと思うんですよ、うん、そう考えるとやっぱ立地大事かなっていうか、一回そこ攻めてもいいんじゃないかなって。でしょう言うてそんな1億とか2億かかる話じゃないんで、行ってみる価値はあるかなっていう。あと今回僕がこの C 社バーで成功するなと思ったポイントが、おかんがめっちゃ成功してるって言ってたじゃないですか、はい、そこのノウハウを知ってる人間が関わってるってのが強いと思ってるんですよ、はい、歌舞伎で成功してるんだろう実際でもね、はい、ってやってくると歌舞伎でのノウハウというか、こうスタッフの教育の方法とかいろいろそういう部分がこうできる人がいるっていう強みがあると思うんで、土台を勉強するんですよね。宣伝も